ありがとうございました。あっという間でした。本当にあっという間で、まあ、始まれば終わるってこういうことだなって感じです。あっという間すぎて、もう嵐のようにさーって終わってしまったって感じで、今はただただこうなんか夢見てたのかなみたいな、幻を見ているような気持ちです。人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行を。こぼしたんです。野菜ジュースこぼしたんです。せっかくお揃いの服なのに。あ、でも健康志向ってことで許してください。結構野菜ジュース飲んでる私って意味がわかりませんけど。めっちゃ昔ってわけじゃないけど、でもそもそもなあちゃんがゆうちゃんって呼んでくれることからのゆうなーなので、多分なあちゃんと仲良くなって峯岸チーム本あたりでゆうちゃんってなって、私がさん付けが嫌だったんですよ。それでタメ口で喋ってもいいよって言ったんですけど、それは無理なって、じゃあゆうちゃんでってなって、そこで峯岸チーム本か2代目の峯岸チーム本かでゆうちゃんになってから、うん、ゆうなーってなったのかもしれない。ゆうなーはもうずいぶん前ですね、仲良くなったのは。もう今から6年ぐらい前ですかね。6年ぐらい前にたくさん話すようになって、まあ、お互いの当時の悩みだったりっていうのをぶつけ合った時に共感できることだったり理解し合えることが多かったので、そこからずっとずっと仲良しです。私が後輩できたのがめちゃめちゃ嬉しくて、すごい14期生にちょっかいかけに行ってたんですよ。でそんな時に、まあ、いろんなメンバーいましたけど、やっぱ一番にそう、ここどうですかとかいろいろ聞きに来てくれたりとか、あとは一番はやっぱりチームに対して思ってることとか、あとそのプライベートで悩みが一緒だった時に分かり合えたその嬉しさから、もうぐっと距離が縮まって、なんとなくなあちゃんが落ち込んでる時分かるようになったりとかして、大丈夫って言ったら、やっぱり落ち込んでたんだとか、なんかそういうのがお互いに多分あって、そう、信頼関係が生まれて今がある。よよ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 よ、はい、今は今日は AKB48 単独コンサートです。イエーイ。開演前ですね。あれ羽が生えてるよ。あれ本当だ。あれ羽が生えてるよ。え？何これ。やばいやばいやばいよ。じゃあ、はいはいはい、私たちのコンビ名を発表したいと思います。これ使われる？大丈夫？使ってください。はい、コンビ名は使ってくれたらラッキーになるよ。コンビ名はオリンとカオリなので、カオリンです。はい、ほとんどカオリちゃんです。バイバイ。終わりなの？意気込みとかないんですか、単独コンサート？頑張ります。頑張ってください。何
か司会者みたい司会者バイバーイ、バイバーイ。